い、配信をします。Time for that, try to act the part and rewind it back. Over and over, show's over, take the lead, just make love or take the lead.
ありがとうございます。この日こちらこその曲見上げたちょっと少ない。どんどんだんだんって言ってる。だんだんじゃん。ネクタービッチネクター今日はこっちで寝たな。枕2個あるくん、枕2個あるよ。うち1個だ、抱いて寝てた。ハートありがとう。トシさんもハートありがとう。昨日さ、昨日
な。18時かな。で、寝たんだけど、ほら、うん、それで8時からで19時ぐらいに家出たんですけど、そしたら外出た瞬間に雨の匂いがすごくて、え、雨降ったんってなってなわけないじゃん。ないじゃん。なんかでもなんか雨降っとってね。雨は降ってなかった。すっごい雨の匂いがしたの。皆さん雨の匂いわかります？
そう、雨の香りがして、私低気圧で頭偏頭痛持ちで、そうで出た瞬間に、あこれめっちゃ頭痛くなるやつやと思ったの。あんまりなんか、いやそこまで低気圧なんだけど、偏頭痛持ちじゃけど、いやでそこまでやばいほどではないんだけど、でもさすがに、あこれはやばくなるなって思ってそしたらやっぱり案の定頭痛くなっちゃって、しかもレッスン終わって帰るときに頭で回って、もうなんかズキズキしながら帰ってきましたよー言うて、以上です。すごいさ、雨の匂いがするし、うわーんって感じで頭痛く、やなんだよね、やっぱなんか極力さ、まあ私強がりなんで強がりの頑固なんで、お薬飲みたくないんですよ、お薬アルコールは燃料です。怖いわ、ほんと。ありがとう。
見て。新しい携帯ケース届いたの。可愛くない？このポテトのポテト、じゃがいものキーホルダーもすごい可愛いやろ。じゃがいも可愛いやろ。でかいそれな。ちょっと不便。でかくてちょっと不便なんですけど。ちょこ多いやろ。そういつもならさポケットに後ろのさあのお尻のポケットとかにさ入れたりできるけど全く入らんけどさ絶対に。曲によって音のデカさが全然違う。最初ご飯食べようかな。サラダでーす。あ、いただきます。
オリーブオイルと塩かけてます。おいしい。赤字星ありがとう。はい、またライブで聞きたいだって。覚えた、嬉しい。東京でさ、なんかサラダをオリーブオイルと塩で食べたのがね忘れられなくて、めっちゃ美味しくて。あまり分かっとんかね。
食べない。
いや絶対に食べちゃダメってわけじゃないですか、ね、まあ、食べるあんまり食べちゃダメだよ、あんまり食べない方がいいんだよっていうだけで、だけっすよ。でも待てない、食べたい、もう無理。ずんだじゃなくて枝豆の味がする一緒だけど、ニュアンスね。おいしいな。
ね、ね、ほらずんだ餅食べて枝豆とはならでしょ、うん、やば、枝豆そういう感じよ。逆にさ居酒屋とかで枝豆が来ましたってなってさ、あ、ずんだじゃんってならんくない？うまずんだとか言って、枝豆は枝豆や、ずんだはずんだない。ずんだシェイクバリうまいよ、やばいで。東京駅行ったら必ず買ってる。あるよ。そう、広島の東海地ってところにある。あの路面の駅降りてちょっと歩いたら、
今度はそれだったと思う。再度聞きますけど、皆さんお仕事始まる時間何時ですか？冷たい。仕事しながら聞いてるありがとう。9時もうその辺か。化粧をしようと思って今日撮影なんですのための化粧をちょっとしようと思って。今日早くてちょうど早いんです。今日いつもはお昼からなんですけど、まあ言うてもお昼っちゃお昼なんだけど、今日もいつもは1時からなんだけど夜全然早いんです。今日はだけどもうそのまま化粧しちゃおうかなと。
やちゃんなしゃどっか行った、どっか行っちゃったの。えなちゃんみたいな、ピンナ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 、
ら当たるもんね。じゃあ誰も入れてた方がいいか。最高33度。いつになったら涼しくなるんでいい。じゃあメイクしていきたいと思います。まずウエスト、
んてシワフシな。わかるわあの霊感ついたシートよね。あれがもうまだ手放せないやばいよね。ただいま。ただいま。多分こっち鼻の中にニキビができてめっちゃ痛いです。みんなもさ、鼻の中にニキビできたことある？もう押すだけで痛い。押すってこうやってさやるたびに痛い。勘弁しておくんな麻痺。
が起こして、シーラーをします。
うわなぞらモスさんありがとう、アーティスト王みたいな、なんだなんだ、ライバーライバー王ナフィさんありがとう、ピーちゃんもハートありがとうね、アブレさんもハートありがとう、お疲れ様です、皆様本日もすごいいっぱいマントメガネ、マントメガネさん、アーティスト王ありがとう、モンスターハートありがとう、テスさんライバー王ありがとう、 BCG なんこれ、こんにちはって、こんばんは、コンって言うと私なんですけど、なぜでしょう、クーガーさん、トシさん、ハートありがとうございます、初見詐欺がいるわ、そげぷかしねんなるちゃるげへなるちゅんちゃんげへ一枚寄り添いのロース、サトイさん、アーティストありがとう、中谷さん、レイボッシュル、またハートありがとうございます、撮影はいい感じでしたよ、ほんで次10月と11月にやるライブのもうあれ題名も考えまして、そちらの今日はね撮影をしてきたんですけど、このゲスト何こちらが聞きたいクーニーさん、レインボー視聴ありがとう、ポンタハートありがとう、いい感じに撮ってきましたよ、セリンショーヤスさん、ライバー王ありがとうございます、カニさん、ポタハタありがとう、一枚寄り添いのノースオンジェラピーナルサリケンけ、朝からステーキさん、だるまありがとう、コンタさやお母さん、ゆうかさん、ほんとありがとう、かわいい、今日ね、ダンスの子にさ
まあ、イントロの子がねおってさ、その子にねなんか、あこのピアスかわいいみたいな、このリボンのピアスかわいいみたいな言われて、え嘘みたいな、ありがとうみたいな、他はって聞いたのそれでみたいなって聞いたら、なんかえまつげかわいいみたいな、このまつげさん今日ねこうあのギャンギャンにさしとるじゃん、かわいいみたいな感じで、え嬉しいね、ほんでほんでみたいな、他にはみたいな感じで、あ前髪いいよねみたいな、足メタルにしてさめってこう足メタルね、かわいいよねみたいな、かわいいってねなんかカップルみたいなのやるってしましたなんで顔を言ってくれないのみたいな、え顔もかわいいみたいな、え全部かわいいみたいな、あの私は言ってほしかった、言ってほしいというかね、こう望んでさこう言ってたんですけど、村瀬さんなんか全然言ってくれるんですまあその子もねあの分かっとって、それ分かってわざと違うことをずっと言ってたんですけど、ガチカップルみたいなやり取りしました今日ほんでほんでみたいな、え他にはでみんなはせーの、つりちゃんハートありがとう、やみこさん星ありがとうございます、あ、言わないだって、あーへー、いいんだそんなこと言って、へーこれからが楽しみだね怖い怖い怖いありがとう。死ぬような猫たこみの未来の奥に沈まれたのを長い元気そう Fly away この瞬間ドリーム、ありがとうございます、ありがとうございます、かわいいから怖い、まあかわいいも怖いも紙一重みたいなものがありますよね、バカみたいな人いる本当カードで10枚くらい送る、やばくないか10枚って、あのやばいですよ、普通に換算したら普通にあの数えたらですね、やばいことになりますので、今日こそ結果をひもにして、うん逆にひもにして無理ー、やだーやだー、やだ待って待って、眺め向けたい、やだー、やみこさんアーティスト王ライバー王ありがとうございます、
眠たい味わいねえで、乗り込みに行くぜ。キャンパー、キャンパーデドバライバーをジョイさんアーティスト、ありがとう、ちりちゃん、ハット、ありがとう。あ、みくんち集合、オッケー任せろ。ゆうなさん、アーティストありがとう。モンタイワオンありがとうございます。お菓子の日、あら、そうなの。それ私知らない、何時だよ。チェゴイがチゴーマカミオミササヘバラアナジーチャチャまつげ綺麗です。成長俺の風に乗らないか。やばいな、マジでなんかやばい。ピンチの時には一致団結しやけど、それ以外は一致団結しなさそう。みんななんかおのおの好き勝手しすぎて。ホタハートありがとう。マキロケガンさんなるもありがとう。なんか体調が体調らしくなさすぎてさ、私がね。あ、あっち行こうって
言ってもなんか、いやいやこっちの方がいいみたいな、えみたいな、いや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 こっち行こうよみたいな、なんだ隊長が言ってんだけどみたいな、いやいやそっちはあの何もない何もないで、はそんな言ってみんと分からんやろ、いやあっちの方がいい、あっちの方がいい、ああじゃあこっち行こうよ全然違う方向言い始める、えこっちが良かったじゃないみたいな、え、なんかこっちもいいなみたいな、今日ね、このまつげをね、まつげなんですけど、なんかあの部分つけまみたいなんでさ、なんかだいたいつけまってこの状態でつけたりするんだけど、じゃなくてこれがなんか3分割みたいにされてて、それをこうつけていくんだけど、あのまつげにつけとるよこれ。なんとまつげの下につけとって、つけすごいめっちゃ自然に見えるんだけど、こっちはめっちゃつけやすいんよ、もちろんねこうやってやってさ、これあのキワキワのところにあのつけるんだけど、まあめっちゃやりやすいのね、こっちは。右目は、左目がバリむずくて、今日ねもう本当に舌打ちしちゃうかと思ったもんってもうこっちめっちゃむずくてさ、なんかこうやってやってさ、でもなんかもうこのつけまもさ、なんかずれていくしまーみたいになってマジでなんか発狂しそうだった。そば見えなかった、みんな大丈夫だった、さんアーティストはありがとう。そう、引き手の関係でさ、こうやってさつけようとしてもさ、なんかこううまくつけれんのよ、なんか。さっけー。マジであのまつげの下につけとるけん、めっちゃ自然になんか。それこそ今日結構あのエクステですかって言ったけん、なんかそれぐらい自然になんかつけれてるっていう感じ。あ、お兄ちゃんがモンハンを会ってきたお兄ちゃんはモンハンを会ってきた、お兄ちゃんからモンハンを会ってきたわ。無理だよ、見て今配信してるもっとハートありがとう。未来さんアーティストありがとうございます。ゆうたんは月見食べますか、食べてない、食べたい、食べ比べしたい、あ今日ケンタッキー行こうかとか思ってたのに、よいし
あ、違う違う、私あれだ、インターネットのやつ買ってないんだ、それを。分かった分かった分かった、もう分かったって。ヘイシリー、 LINE 開いて。ありがとう。いや、なんか設定をね、ちょっと、いや、ヘイシリでね、そう、いや、できるようにしたんよ。いや、どうやってやるんだろうって、なんかヘイシリで開かんかったからさ、今までどうやって開くんだろうと思ってて、そしたら設定をね、したらできた。ヘイシリー、明日の天気は？明日のは雨の予報だって。降水確率 30%、 にわか雨。ヘイシリー、大阪の天気は？大阪府では現在晴れていて気温は28度ですって。いや、でもね、こっちのがめんどいんよ。ヘイシリーとか言う方がね、めっちゃめんどい。あー、起動しちゃった。なんでもない、わかりました、適当。ヘイシリの後、はいって聞こえる。そうだよ、ちゃんとはいって答えてくれる。ヘイシリ、はい、音楽かけて。ね、ヘイシリ、ありがとう。いや、なんか私が聞いてるやつのなんか厳選で流してくれるんよ。でこれアニソン聞きたいとかだったら、ヘイシリー、アニソン流して。すごくない？もうこれ進撃流れてる、爆音なの、やばい。いや、これ止めたいときだね、普通に止めなきゃいけないの、やばい。ヘイシリー、反応せんもん。ヘイシリー、音楽止めて。もう止まったのよ。ヘイシリー、ディズニーかけて。
え、どこまでこれ出てくるんだろうね。なんかYouTube とか開けるんだな。ヘイシリー、ヘイシリー、 YouTube かけて日本語おかしい。 YouTube 見せて。お、開いた。ヘイシリー、はい、パパに電話。パパ携帯電話に電話をかけます。パパ。こんにちは。今配信中でね。ヘイシリーっていうのをね、今やってたの。ヘイシリーって言って、え、なんか設定したんよ。ヘイシリーで起動するように設定したの。え、そう、ヘイシリーって言ったらはいってなるじゃん。今までならなかったけんさ、これどうやってすんだろうと思って設定したので、それを今やってる。で、パパに電話って言って今かかった。あは楽しいね、みんな。パパごめんなさいって言ってる。すいません、すいません、家2000円つって。あ、どうもおかしいのはいつものことやんだって。それはパパ譲りだから。え、最近この間ね、あのお兄様と電話したよ。あ、聞いた？お兄様と電話したんや。あの、まあ一方的にゲームの話されただけですけど、ウマ娘とモンハンで、特にウマ娘の話めっちゃされた。おお、やばいねみたいな。うやばい、サポカうわ強みたい。やっと最近やまたやり始めて、でなんかそしたら急に電話かかってきて、え、ミュウ課金した？みたいな。あのオルフェーブルのあるサポカがね、貫突しとってみたいな。え、オルフェーブル貫突してんじゃんみたいな感じ言われて、え、そうよみたいな。いや、私課金はしてないんだけど、やばいやろって言って、あ、あ、え、あ、まあまあまあ、しょうがない。ね、しょうがないよ、生きる。今ショールームだってね、みんな微妙に聞こえるパパの声。ショールームしてる今ナウ。そうだよ。あれ、今帰りですか？一旦帰りですか？あ、もう終わった？もう全部帰り？もう全部。釣りしたんだってみんな。うん、おー、え、やば、釣れたって。釣れた？釣れたの？え、マジ？そうなの？今？だってみんな聞こえた？タコとかシダだって。
すごっ、もうそんな釣れるんじゃ。帰らなきゃな、アワデティマ。私が帰ったらお金かかるから。なんで金食い虫、むしゃむしゃ。今日できん。え、さよなら、ありがとう。ポ、はい、こんな感じです。それはそう、まあだって、ね、娘ですから、愛する娘ですから。こんな感じで。ヘイシリ、ディズニー流して。ヘイシリ、はい、ディズニーかけて。アップルミュージックのライブラリでヘイシリディズニーが見つかりませんでした。ラジオステーションをご指定いただくか、別のアプリでミュージックを再生するように指示してください。待って、なんだっけな、別のアプリで、え、指示できるのかね。ちょっと待ってよ。ヘイシリ、はい、YouTube ミュージックでディズニー流して。 YouTube ミュージックを使用するには、流れる。え、なんで。なんで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 、オフボーカルバージョンしかも、なんでなんなんで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 急にディズニーみたい、これ。この曲ディズニーらしいわ。びっくり。もうしかもほぼから。わけわからんわ、もうほんまに。ということでですね、じゃあおも声を聞いたということで、あれ、カラオケ配信でもしようかねって思ったんですけど、あった、これでね、STU の曲でも歌う？今は聞いたし。ちょっとな、歌わない、歌うのでちょっとうるさいかもしれません。すいません、隣の方。とりあえず言っておくっていうね。うん、なんでもいいよ。じゃあさっきおもこい流れたけん、おもこいでも歌うね。鳥も最初おもこい歌うわ。ビヨンセ、うん、絶対に歌わない。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって、忘れない眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか
からない、いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる、吹き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたけ、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ、初恋は誰もみんな続かないらしい、何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことを思い出すよ、もうこんな出会いはきっとできないだろう、やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる、君と絶対離れたくない、いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ、忘れはしない、イエーイ、もしさん星ありがとうございます。思い出せる恋をしようでした、おもこいでーす、イエーイ、フォー今日は STU メドレーにするか、久方ぶりに歌う STU、暗闇とか歌ってるんですけどね、愛の重さ、もうごめん、わかんないわかんないよ、わかんない私、わかんない、いないもんわからない、それはごめん、サングラスデイズ行こうや、小豆島へ行こうとかあんの、すごいね、え合ってる今さん、はい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 、振りが振りが出てこん、めちゃパワースポットさん、アーティストをありがとう、皆さんキラキラ、砂浜に寝そべるクラスメイ、攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温
今日まで気づかなかったよ。学校の制服はコンサバティブで、君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた。僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる。それが恋の始まり。サングラスデイス、君はいつだって眩しくて、ちゃんと見えなかったんだ。 Glow is a day。 僕はカッコつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ。あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま。上半身だけ起こして名字にくんづけで呼ばれた。僕はどんな顔してれば、いやらしい目で見て泣いて信じる。ああいつの間にかの君がいて、いつの間にかの僕もいる。二人大人になった。サングラスデイズ、僕はかけないつもりだった。だって似合わないだろう。 AD なんてずっと先のことじゃないのか。君にはどう見えてるのかな。わかりにくい些細な変化、グラデーション様。ララ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 ラ。あれ違ったあれそれ、あ、もう後か。サマーデイズ、君はいつだって眩しくて、ちゃんと見えなかったんだ。 Glowing as days、 僕はかっこつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ。あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま。きた。ララ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 ラ。ラトルさん、アーティストトスさん、ありがとうございます。今日はね、10時まで配信します。ポタル、ありがとう。まあ、いつも10時か。あと知ってる曲、いっぱいあるけど。やっぱこれか。やっぱこれだよね。アカペラでいいから、ウィッチズウィッチ。あ、いいよ。こっちで流していけんかな。じゃあ後で。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。
街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れていたとしても語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた国道の坂を登ればほとばかり多くてふと気づけばうつむいて歩いてた自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だったそう誰かに打ち明けられればいいけどなぜだろう恥ずかしかったんだこんな風に自信のない心さらけ出すこと生きるって息苦しいね知らぬ間に無理してるなどこかで両手伸ばして深呼吸しようか大人になってしまってもこの海を眺めていたいそう僕だけが知っている一番美しい場所で恋をしたらその人だけ連れてきてあげたい思い出がキラキラとずっと反射する僕の ナイトキセニーさん、ホスイアキスブンさん、ポンダあー、ありがとう。キャンパーさんルン、スイちゃんルン、アキスブン、ふざけんながらね太陽が昇る時もダイヤを沈む時も僕らを見守るような瀬戸内の海よ何回この海を眺めるだろう防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれどこに存在するのか手をかざせば誰にも見えてくるよ低い低いんだってんでいやーいモンタルンモンさん鼻からポヒーとしたろーにゃんにゃんさんハート札幌のウッシーさんホピとしたルンモンさん、流れ星、ポンダルン、ありがとうございます。久々にご本人様、ありがとうございます。一応、センターやらせていただいておりました。皆様のおかげでのセンターですのでね、こちら。
ちで曲流して。ヘイシリー、 YouTube ミュージック流して。間違えた。お願いします。メジャーも出たい。カラオケバージョンとかいけるのかな。ウィッチーズウィッチカラオケバージョン流して。あ、違うこれじゃない。いや、むずい、絶対無理だもん。おとなしく、さすがに無理だったか。場所覚えちゃなんだ。やばいやばい、カシ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 、わからんよ。もう覚えてない。あ、ごめん、わかんなかった。ちょっと待って、これ歌ってもう終わりやないってか。時間が経つのはあっという間やね、ほんまに。つくづく思います。思います。きた、いくよ。え、これこうやってした方がいい？いけるんかな、これ。その笑顔を見るだけで胸の奥が苦しくなる。同じ人好きになった親友を抜け駆けできない。差し出された手のひらを先に掴んだら、何か大事なものを失うでしょ。Which is which? どっちを取るか選べない。順番をつけたくないの。あんたも彼も愛してる感情は分け合えない。何も言わずに二人を見守ろうか。どっちつかず、運命とは残酷で望んでないチョイスばかり。なぜここで出会ったのか、神様を恨みたくなる。私たちの関係が壊れてしまうなら、何もなかったように諦めさせて。Which is which? どっちとっても不幸せ。もう元に戻れなくなる。誰かを悲しませたくない。私だけ泣けばいいんだ。いつもと変わらず、このまま接したい。知らんふりで、頬のこの涙に気づかないでね。あんな愛していることにやっと気づいて切なくなる。ぎこちなく、Which is which? ズッチュン。 Which is which? どっちを取るか選べない。順番をつけたくないの。
あなたも彼も愛してる。感情は分け合えない。何も言わずに二人で見守ろうか。どっちつかず、ううう Which is me。久しぶりに、さっさかたぶりに歌いました。はい。あの頃より上手になってますか？上手になってると私は思ってます。自信を持って。よかった。それでは皆さん、もうね、あの22時になってしまうということで、うちの配信は終わりたいと思います。それではスネタイム。はい、9月28日土曜日にですね、広島セカンド、間違えました、やばいです、広島広島あ、やばいやばいやばい、あれクワトロ、クワトロ広島クワトロで、はい、2公演させていただきます。お昼と夜の2公演、久しぶりにですね2公演ございます。そしてゲストに、ミッチーさんが、キーボードのね、あのミッチーさんが参加してくださるということで、またね、あのいつもとは違うようなことをね、しますので、絶対皆さんもね、また面白い気持ちで面白い体験をさせて、していただけると思いますし、皆さんこの間あのプロモーション会議にね、にて皆さんがね、私に歌ってみてほしい、歌ってほしい曲をね、募集しまして、その中から厳選してあの瀬戸りも組んだりしたので、皆さんが歌ってほしい、私に歌ってほしい曲がもしかしたら入ってる可能性もなきにしもあらずなので、はい、ぜひ楽しみにしていてほしいなと思いますし、きっと皆さん知ってる曲たちが、やってくると思いますので、ワクワクしておいてほしいなと思います。はい、で、昼と夜とございますんですけれども、こちら、まあ、今回のタイトルがいざ勝負、私レベルになると鏡に探検しても勝てるという、題名になっておりましてですね、はい、なのでいざ勝負ということなので、この昼と夜でつながってる内容にしております。一応そういう気持ちで作っております。瀬戸りも組んでいますので、ぜひね2公演とも見に来てくださったら嬉しいなと思っております。で、皆さんの要望はね、あの昼公演はとこうダンスとか結構激しめが多めで、夜はちょっとこう静かめが多めというか、バラード系っていうのをご指定いただいていますので、そちらもね一応やってますので、そういう感じにも組んでるので、はい、これはマジでこの公演はもういつもだけど、この公演も皆さんと一緒に作り上げた公演になってると思うので、あとは皆さんが私のところに会いに来てくださったらはい、はい、いる場まで、ちょっとね行きにくいかもしれないんですけど、広島まで来てくださった
もう完成のね品になってます、はい、公演になってるのでね、ぜひ、来てくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、E プラスさんにて販売、チケット販売されてるので、ぜひ気になった方はよろしくお願いします。でね、10月11月もね一応ライブをする予定ですので、いつものねまあ、レギュラーライブ定期公演なのでねする予定です。ぜひ、ちょっと日にちはまだ言わないんですけれども、はい、楽しみにしててくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。皆さん、うわうわ、すごいすごいすごい、翔太さんありがとうございます、輝く星。はい、まあね、本当によくよくはやっぱり皆さんの元に会いに行けるのが一番私は嬉しいなと思ってるので、はい、そうなれるようにね今ちょっとお金を貯めつつっていう感じで、はい、行こうと思っております。ちょっとまだ最初はね皆さんに苦労かけてしまう部分が多いと思いますし、ご迷惑をねおかけするところがあるかもしれないんですけれども、はい、末永くよろしくお願いいたしますという感じであと自分のこの活動なんですけれども、まあ、この、 定期公演をね、なくすというかことは私はする気はあんまないので、はい、まあなんかツアーとかになったら、ね、定期公演できなくなったりとかはあるけど、以外では定期公演はこれからもずっとやっていきたいなって思ってます。はい、あとなんかもしこの東京に行ったりとか、こう今よりもう出世したとしても、50人キャパのライブはやっていきたいと思ってます。あの空間が結構本当に好きで、なんかやっぱり皆さん家族のような感じでいられるあの空間がすごく私は好きなので、やっぱりあの50人キャパだからこそこの皆さんの顔を結構ちゃんとね一人一人ちゃんと見てっていうライブができるのが結構私好きなので、これからもずっとそれは続けていきたいなと思ってます。で、一応このオーディションとかもねたくさん受けていきたいなとは思っとるんですけれども、オーディションを受けるためのお金とかもねまだちょっと貯めれてない状態なので、そういう部分もねいろいろ考えつつ、音でかい考えつつ、はい、いきたいと思っております。なのでまだまだちょっとね皆さんには待っていただくっていうのがちょっと多いんですけれども、もう十分待ってると思いますし、はい、なんですけれども、ちょっと本当に結構まだ待ってしまうまだちょっと皆さんのことをお待たせいたしてしまう可能性がちょっとあるんですけれども、はい、ちょっとずつでもね皆さんと楽しめるコンテンツを増やしていけたらなとは心から思ってるので、はい、よろしくお願いします。私自身もこの今の実力といいますかで満足することなく、やっぱりずっとこう上がり続けていけたらなと思ってます。なので日々練習をね大切に過ごしていきたいです。過ごします。これからもねずっと頑張り続けていきたいなと思っております。はい、何があっても負けない、
そう、私はついてる強い心を持って生きていこうって決めております。なので、皆さんも一緒に共に心を強くして、いや、たまには折れてもいいと思う。そうだね、みんなで支えて、そうだね、みんなで支え合いましょう、もしみんながもう無理かもってなった時は、私も逆にみんなのことを支えます。なんかでね、お互いに支え合える存在でありましょう。皆さん、なんか頑張ろうって、いい、すごいそうやって思ったり言ったりっていうのすごくいいことだと思うし、思うけど、でもなかなか頑張ってても身につかないことっていうのはすごくたくさんあるし、自分もすごく痛感してる部分ではあって、だから努力は必ず報われるっていうその言葉っていうのは、必ずしも本当にそうなることではないだなってすごく思ったりするんですよね。だからこそすごい不安になることが結構多いですね、今もだし、今この活動してて大丈夫なのかなとか思ってしまうこともあったりするんですけど、でも でもそばにいてくれるみんながいるから頑張れ。ちょっと待ってずっと見ていてくれるみんながいるから負けずに頑張ろうって、自分に負けずに走り続けようって思える。いつまでも会いに来てくれるみんなに本当に感謝しかないです。でもなかなかその思いを伝えるところがなくて、あんまり伝わってない部分がたくさんあると思う。でもずっと感謝はしてます。どんなことがあっても私はこの活動をやめたいって心から思うことはなかった。もちろんいろいろ不安な思いが募って大丈夫かなって思うことはあったけど、やめたいって思ったことはなかったし、これからもずっとこうやって続けていきたいし、みんなと一緒に道を切り開いていきたいっていう気持ちは揺らいだことはない。だからこれからも一緒に歩んでほしい。歩んでくれる人、時にはね、皆さん一緒に足を止めてちょっと休憩っつって、ちょっとスタバでも行かんみたいな感じでね、休憩しつつ、はい、一緒にちょっとずつでも歩んでいけたらなと思ってます。
なのでよろしくお願いいたします。うぇーい、ありがとう。情緒不安定すぎるでしょ、急にこんなになるのやばくない？まあこれが私の気持ちです。感受性が豊かすぎるんだ。あのね、本当年を取って年を重ねるごとにね、結構涙ぐむことが多いです、本当に。はい、なのでこれからもよろしくお願いいたします。はい、それでは私の配信は終わりたいと思います。13位やまびこさん、12位しょうゆだんごさん、11位とうまさん、10位くるまってぃさん、9位あまつかぜさん、8位スノーヒルさん、7位よっしーさん、6位ちりちゃん、5位もーさん、4位あきーセブンさん、そして第3位がとしさん、ありがとうございます。で第2位がココア、ココアなし第一期生、あ、ココアなし、あ、今までなしって言ってたっけありがとう。そして第1位はポンタン、気持ち伝わったよ、これからもよろしくね、こちらこそですよ、本当にいつもいつもありがとう、本当感謝です。はい、ずっともずっともはい、それでは皆さんありがとうございました。また明日の朝配信で会おうね。おやすみー。おやすみんみんでみー。バイバイ。